皆さんこんにちは、アブリオンです。僕、アルファ D に戻りました。すいません、お願いします。お世話になっていきます。今回の企画はですね、タイトルとサムネイルを見てもらったら分かる通り、隠れモサ紹介、よいしょ。まあ、なぜ隠れモサを紹介するかというとね、もう親会話を盛り上げるには新しい人を発掘するしかないと。俺がもう早速ディスコードちょっと行きますね。はい、お願いします。お願いします。オーマイパオパオチャンネルさん、はい、ちょっと招待していきますね。ドラマッチでまずちょっとお手並み拝見といったところをしますか。自信があるところってどこですか。そのプレイスキルとか、その立ち回りとか。自信あるところ火力ですね、やっぱり。あ、もう火力。じゃあもうドラマッチぴったりじゃないですか。もう破壊していきますよ、どんどん。いや、俺的にはその隠れモサというものですね、まあ、基本的にはマジで有名じゃないみたいな人が多分隠れモサだと思うんですよ。ズバリあなたのフォロワー数は。フォロワー数は600ですね。おお、1000人以下はマジで隠れてる。隠れてますね。もうただのゲリラ勢ってことですよね。そうですね。なるほど。ちなみに差し支えなければご年齢は。15です。若いなー。隠れモサって言ったらやっぱり若くないと。まず本当にオーマイパワーパワーなんですか。なんか呼び名みたいなのないですか。呼び名本当はライチューって言います。あ、ライチュー、オッケー。ライチューの呼びやすそう。よし、オッケー。1枚カッティング、いいね。え、全然ないぞ。オッケー。ちなみに何本指ですか。5っすね。あ、やっぱ 5本指上手い人多いよな。やばいやばい、待って待って、入れる。3回、2回、2回やった。うわ、ナイスカバーだね、本当に。あ、強っ。ちなみにどっちの指を多めにしてるんですか。その指切りの方なのか、操作する方なのか。は操作ですね。あ、やっぱ操作なんだ。指切り1本ってことですか、要するに。指切り1本ですね。待って、なんかいるよ、撃たれてるよ俺。なんか、え、どこ、え、なんか今撃たれたっすよね。なんか銃声、え、あ、いない、怖い。え、あ、2回いる。おお、なにこれ、え、どういうこと。ベビアン、ベビアン、あ、待って、全然出てこない。行くぞ。あ、いた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 。じゃあ俺ベビアン行ってください。じゃあ先に、よし。あ、やばい、帰ってくる。えー、ちょ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 、やばいやばい、右右右右、オッケー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 。おー、あ、終わった。おー、やばい、惜しい。何勢ですか。シングル、ディオ。ディオですね。あ、ディオなんだ。勝率とかどんな感じなんですか。勝率は結構高い方ですね、自分では。すごいね、ディオで勝率高いって。皆さんすごいですからね。普通に3回行ったら1回勝てます。勝てますね。すごくね。え、マジすごくない。この子は嘘ついてた。お前だってこんなプロにならなくてもいいって言ってるかが。ワンダウン、ワンカク、いいね。一回やばい、行ってくれてた。あ、ちょっとやばい、俺が死んだ。オッケー、俺が壁になった。マジで視点見たい。ちょっと待って、俺突ってくるっすわ。応援してください、俺が勝つように。まあ負けた方がいいんですけど、ちょっとリアル、あ、ちょっと3回か。やべ、勝っちゃった。ナイス。おナイス、強っ。バコバコ抜くじゃん君。2年いるかもです。え、めっちゃ抜くやんマジで。大丈夫、俺カバーいる。いらないか、大丈夫ですね。強っ。あ、ちょっと、じゃあ俺行ってくるさ。2枚いるんで、超ティーで2枚で来てくるさ。うわ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 、ショーティーだらけこいつら。 1.5 にいっぱいいる。でもよ、おう、ホーリー、おりんな。なんか包帯巻いてる音聞こえるけど、どこで聞こえるんだこれ。
やっべ、痛い。うまーい、いい日ね。やっぱディオゼだから車の付け方うまいんよ、みんな見といてみ。ほらもう次付き、もう一枚ちょっと合ってる。どこだ、オレンジ、同じところ。オッケーです、オッケーです。あ、当てる。あっちか、ほんまや。おお、冷静だね。よーし、指切りって結構早いですか？おお、早いと思いますね。なんかツイートをチラッと拝見したんですけど、なんかめちゃめちゃ指切りがすごい動画が見つけたんですよ。載せてもいいですか、これに。はい、大丈夫です。ファナス、はい、どこで知り合ったん？多分普通に FF だって。へぇ、俺がヤオタイの動画だって、多分それで、はい、それでデュゲリってことはコナンスから誘ったってことじゃん？そうですね。いいね。で、行ったらバケモンでしたね、やっぱ。はい、バケモン。さあ、一斉に始まった。ここよね、見どころは。何それ、武器俊敏すぎん？やっぱ動き若いなぁ。ガツくの見てて。2枚。うまい、うますぎ。惜しい、惜しい。だから敵当て感すごっ。 YouTube 投稿とかしてないんだっけ？うわ、してないっすね。お、強っ、めっちゃダンスすんじゃん。ワンダウン、オッケー。あー、えぐっ。わっ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 、やばいね、驚異的な武器持ってるね、相手。どうする？何あいつ。おお、いいね。うえぐ、強っ。あると思います。てか敵当て感マジすごいよな、今のドラ。今の環境のドラ本当にすごい、敵強い。さあ、包帯巻いてる、2回で巻いてるが、おっと、ここでまた頭食らってしまう。当て感がすごい。うまい、蘇生のタイミングで3回取ると。で、上がってきたタイミングでまた2回を取る。さあ、そしてまた降りてきた。で、さらに2回を取られて、小部屋で、さあ、デュアルトンプです、デュアルトンプ。相手もなかなかの重さ。さあ、外枠から行って、蘇生中に、おーい、うまいねー、君。いいね。こなす的にはこの人どこがうまい？火力マンって感じですね。なんかもう火力で押し切ってるって感じですね。その正面衝突しちゃってる感じですね。わかりやすい。もう何でも火力でいっちゃう。うまっ。次回ゲリラ行ってみたいね。ゲリラ行きたいですね。俺連れて勝てる？勝てますよ。絶対？絶対です。マジで？俺デュオゲリとかマジ何年勝ってないんだろうってぐらい勝ってないんだけど、それでもいける？いけます。マジか。さあ、接敵始まった。さあ、ワンオンワンか、これは。敵の動き的に。ジャンプ音消えてるな、まだ。うん、消えてますね。ね、消えてるね。うん、なんで。めっちゃジャンプしてんじゃん、こいつ。うまーい、いいね。読み完璧だね。一瞬だけ出るね、ジャンプ音。さあ、やれるのか。
やれんのかって話だよ。やばい、2対1。3。うわ、強そう、相手。お、緊急戦にあえて持ってく。うまい。ここでしょ。うまー、マジでマジでうまい。動きがマジです、なんていう、洗練されてる。綺麗、動きが。パオパオさんの動きマジなんか好きなんだけど、近距離特化型、近距離特化型見てて気持ちいいんだよな。お、いいね。残り7人。おお、プレイヤーだ。うわ、デュアルトンプだ。さあ、また1対2が。あ、ミガショット。別パ。でもマジパワーパワークのやつは分かってんじゃないかな、これみんな。マジ強いからね、この子。俺の射程として育てていくんで、よろしくお願いします。